時を超え歴史を変えるという人間の愚かな選択。神の領域に踏み込み世界を歪めたその罪を死で償うがいい。人間ゼロ計画の遂行だ。ナマス、ブラッカー、おめえたちにこれ以上やらせねえ。あっ、ねえ、あっ、ねえ、うわあ、終わりにしよう。我々の邪魔をする者はいなくなった。あとは成し遂げるだけだ。我々の悲願、人間ゼロ計画を。全ての人間を消し去ることで世界は美しさを取り戻す。そ、待っていろ、愚かな人間ども。我々にひれ伏し破滅を迎えるのだ。こうして悟空ブラックとザマスにより人間ゼロ計画は遂行された。その後この世界が、この宇宙がどうなったのか、それは誰も知る由もないのだった。